新京成催眠新聞チャンネルをご覧の皆さん、こんばんは。経済政策アナリストの池戸万作です。次では、まあ、ゴールデンウィークが終わりまして、ああもう休み終わっちゃってなんか憂鬱だなとか、あの特にまあ新入生ですとか、あの新社会人の方々はですね、やっぱり五月病にちょっとなっちゃってるかなっていう方もですね、まあいらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。なので今回はですね、そんな五月病を吹き飛ばすようなですね、素晴らしい、ゲストの方をお招きいたしました。今回のゲストはこちらです。ドン。はい、第38回目のゲストは藤巻武元参議院議員ですね。元参議院議員って言っても、決してあの、JR の不正乗車された方ではありませんので、はい。元、モルガン銀行東京支店長、伝説のディーラーの、藤巻武さんですので、決して不正乗車をするような方ではないと思います。これタイトルはですね、吹けば飛ぶような日本経済ということで、まさしくですね、もう財政破綻論者の、王将というべき方ですからね。村田秀夫さんではですね、吹けば飛ぶような将棋の駒にですね、王将ですからね。で、まあ、あの、最近あの、藤巻さんなんですけれども、あの、最近あの、ツイッターをですね、ちょっと控えていらっしゃるということなどでですね、まあ、もしかしたらこの視聴者の方にもですね、藤巻ファンの方大変多いと思いますので、おそらくツイッター控えて、あ、ちょっと藤巻ロスになっちゃったかな、というような方も多いと思います。なのでですね、ぜひ今回は、そうした藤巻さんの、誤字脱字ツイートファンの方々もですね、皆さんもぜひこの動画をご覧いただいてですね、藤巻ロスを吹き飛ばすような、感じになればなと思います。さて、今回のタイトルはこちらですね、ドンと。1ドル500円という藤巻ショックが日本を襲うということでですね。まあ1ドル500円になるというですね、すごい予想をしてるわけなんですけれども、まあもしあの私の場合ドル貯金はちょっとだけあるんで、1ドル500円になったら、ウハウハな、日本経済復活の会幹事、経済政策アナリストの池戸万作がですね、今日もお送りしたいと思います。というわけで皆さん、口の中にですね、牛乳を含んでいますか？ちゃんと牛乳含んで準備できていますでしょうか？ということで、ぜひですね、牛乳をこぼさずに、この動画を見られるかなということで、ぜひ牛乳を飲みながら牛乳を飲もうということで、ご覧いただければというふうに思います。はい。まず今日の見どころですね、ドンと。藤巻武さん、1ドル400円から500円でもおかしくないと。おかしくないんですかね。はい。ちょっとおかしいように私は思うんですが、まあ、それはおかしくないと言ってます。二つ目が、日銀は事実上の債務超過に陥るということで、お得意のこの日銀破綻論来ましたねという感じなんですが、ちなみにあの日本銀行はですね、令和3年度の上半期のま決算ですね、去年の9月の決算ではですね、4.4 兆円の、純資産が出てますので、債務超過には落ちてませんということです。今のところは落ちてないです。で、三つ目が、日本は外国為替取引ができなくなると、ドルを海外から取れなくなってしまうというですね、これまたすごいですね、大予言が飛び出したという感じなので、ぜひぜひ期待して、ご覧いただければというふうに思います。じゃあですね、今回なんですけど、なんとこの藤巻武さん、ついに朝日新聞にですね、インタビューされたということで、朝日新聞原誠編集員による、この方もゴリゴリの緊縮財政の方ですが、による、まあ、インタビューですね。インタビュー記事が朝日新聞に載ったんですね。で、タイトルはですね、日銀の債務超過危惧、1ドル500円、国債投げ売り元、ということで、まあ、これ本当に朝日新聞載ってるんですよね。はい、載ってるんで、まあ、ぜひチェックしていただきたいと思うんですが、言ってます。で、まず、朝日新聞の方で、原さん書いてるんで、こういうリポートは述べてます。日本銀行は28日4月ですね、円安の原因となっている金利抑制策を強化する方針を決めたと。かつてない勢いで円安が進み止まらなくなるのでは、そんな日本売りを懸念する悲観論も市場で聞かれるようになってきたというふうに言ってるんですが、
まあこれは真面目に返すと、コロナ危機からですね、抜け出して、まあ海外の頃今景気が良くなってきましたと。で、景気良くなったんで、まあ海外はどの金利を引き上げたことからですね、この海外と、日本はずっとまだ不景気のままですから、その金利差によって、まあ円が売られちゃっていくようになりましたということですね。なのでまあ原因はこれ日本の不況ですね、まだまだ不況が抜け出していないということが原因ですと。日本がこう景気対策もせずにですね、ずーっとまあ低デフレ、まあ少し今低インフレという状態ですけれども、だからなかなかこの金利を上げられないと。だからまあ金利引き上げない日銀の判断は正しいと私は思うんですけれども、まあ対してこういう中でもですね、まあこの利上げをすべきだということで金利差が生まれているから円安が止まらないじゃないかと言っている人、まあ特に主にリベラル左派陣営の方言ってますけれども、まあそういった方はちょっと自殺行為じゃないかなというふうに、私は思いますね。まあそういったところを言ってる人たちがですね、この藤巻さんに、白羽の矢を立てたわけですね。はい。伝説の男、ビバタケシということで、かつて元モルガン銀行東京支店長として、伝説のディーラーと呼ばれたこともある、元参院議員の藤巻氏は、その代表格だと、円安の行方や日銀の対応について話を聞いたということで、まあ、悲観論の代表格ということですね。もう伝説のディーラーということで、もうこの持ち上げ方が、朝日新聞の持ち上げ方がすごいなということですけども、この伝説のディーラーということで、まあ、きっと私、花輪さんのですね、ベース漫談の方ですね、ガッツ石松さんの思い出しましたということで、ガッツ、ガッツ、ビバガッツって歌ですね。本当に我々にとってはですね、やはり藤巻たけしさんっていうのは、もうガッツ石松さんにですね、匹敵するぐらいの、やっぱ存在ではないかなと思いますので、まさに経済評論会のですね、伝説の男ということで、経済評論会のガッツ石松こと、藤巻たけしさんという感じだと思います。まあ、朝日新聞もですね、円安や日銀の対応について、まあ、こともあると藤巻さん来て、ちょっと大丈夫かなとは、まあ、思う感じではあるんですけれども、そんな伝説の男に、朝日新聞聞きました。はい。では、いよいよ伝説の男の登場ですね。はい。まず1問目。急激な円安はなぜ起きたのですかと聞いています。これに対して答えてます。3つの要因がある。第1に日本の経常収支が赤字になってきたこと。第2に日米金利差が開いてきたこと。第3にこれから、米国で金融の量的引き締めが始まると挙げてるんですが、なんとですね、この伝説の男、藤巻たけしさんとこの円安要因の見解が私はちゃんと一致しましたんで、まあ大変これは光栄なことですね。まあでもまあこれはおっしゃる通りだというふうに思います。じゃあ買い物の私ですけれどもですね、ついに伝説の男にも一歩近づくことがこうできたわけですね。大変嬉しい限りです。はい。で、次なんですけれども、米国の量的引き締めで円安は深刻な水準へということで、5月3日から4日の連邦公開市場委員会、FOMC で、量的引き締めの方針が決まれば市場の景色はすっかり変わるだろうと。ドルの争奪戦が始まり、円安がさらに深刻な水準まで進むということで、まあおっしゃっていた通りですね。まあこういった後と言った後にですね、やっぱり。この連邦公開市場委員会はですね、0.5% の、まあ、大幅な利上げと、量的引き締めを決定した模様です。5月3日4日にですね。で、まあ、その結果、まあ、1ドルは今130円ぐらいですかね、まで進みましたと。といったところですね、さすが伝説のディーラーが言ってるだけあって、藤巻さんのこう言った通りにですね、この着々とですね、どんどん円安が進んでいるっていう感じになってるわけですね。といった感じで、まあ、円安が進んでいるんですけれども、さて、藤巻さんはどれぐらいまで円安になるんですかという、対して、まあ、藤巻さんはこのように答えてます。どんと。1ドルが400から500円という水準になってもおかしくないと思うということで、ドヤーってこんな、ブンバーバーブンバーバーって感じですね。ほんとカメラとかちょっと揺らしたいぐらいな感じでですね、驚きの、コメントなんですよ。これ朝日新聞にちゃんと載ってますのでね、ドヤーっていう感じですが、
まあ、かつてのですね、この1ドル360円のですね、固定為替相場時代のですね、相場をもう超えてしまうというですね、ものすごいこのインパクトだなと、1ドル400円から500円ですからね、もうもはやこれが言ったらですね、もうニクソンショックならぬ、もう藤巻ショックという名付けてもいいぐらいじゃないかなというふうに思います。1ドル400円、500円。本当そんなことになるんでしょうかっていう感じですけれども、まあ、ここはノストラダムスならんですね、やっぱ藤巻ダムスの大予言が当たればですね、もうこれはもうニクソン大統領を超えたという伝説の男になったなって感じですね。まあ、非常に、まあ、ちょっと今、視聴者の方から、そんなわけあるかっていうツッコミがですね、いっぱいちょっと聞こえてるんですけれども、大勢いるかもしれませんけれども、やっぱそこはですね、やっぱ藤巻さんは、かの、ジョージ・ソロスですね、DS、ディープステートファンの皆さんから聞きたいというジョージ・ソロスのですね、アドバイザーも務めたことのある、これはもう伝説の男ですから、伝説のディーラーですから、1ドル400円、500円になっても、わからないですよ。おかしくないと思いますよ。いや、お前の頭がおかしいだろうっていう、そう言っちゃいとダメですよ。はい。そんな感じですね。で、これに対して、そんなにですかと。この朝日新聞のツッコミが面白かったです。そんなに点ですかって言ってますが、これに対してこう言ってます。円を発行する日銀が債務超過に陥る危険があるからだ。日銀は2013年黒田晴彦総裁の下で異次元緩和をはじめ、紙幣を刷ってず政府財政を支えてきた。その結果大量の低利回り国債を抱えているということで、この来ましたと、18番と書いてお箱と読むということで、日本日銀破綻ですね。もう得意のこの落語の中得意の講座を演じるかで日銀破綻来たなっていう感じですけれども、まあ、政府が資本注入すればよくないという突っ込みはさておき、まあ、政府の国債発行額以上に、日本銀行は国債を買い入れてますということですね。まあ、大体資本注入すればいいってみんな突っ込まれるんですけどね、この話は。はい。では、ちなみに日銀の国債買いオペ額と、政府の国債発行額の、まあ、ちょっと推移を見てみましょうということで、まあ、異次元の金融緩和はですね、やってから、2012年、13年からですか、2013年はほぼ同じ金額なんですけど、2014、15、16とですね、もう、日銀がこれ大量に、国債の方を、買いオペしているという感じになっています。一番多い時で81.2兆か 82.5 とか、まあ、相当量買っていたんですけども、まあ、それに対してですね、政府の発行国債額に関しては、32.4、まあ、2014年多かったんですけど、32.4、47.0、あんまり多くはなかったんですね。で、それ以降は、だんだん市場にですね、国債がなくなってきちゃって、買いオペ額が 56.4、38.9 とだんだん下がってきています。対して、新規国債も下がってきてしまってやっていないと。で、まあ、近年に関しては、買い入れ額が 19.1、19.1、12.0 ですから、まあ、あんま、かなりですね、金融、毎度日銀も引き締めてきる感じになってるんですね。まあ、対して国債高額はちょっと2019年と2021年を上回っているっていう感じですね。まあ、2020年なぜかマイナスになっていたのはちょっとよくわかんなかったんですけれども、まあ、こんな感じで国債発行の、残党がまあなってますということです。なんでまあ、二次元の金融緩和をまあ新規国債発行以上にまあ既存の国債をまあ買いオペしていましたと。なので、まあ、政府財政はですね、支えてたって言ったけども、やっぱまだまだ足りない規模で、もっとこう、ずんとですね、政府の国債発行も80兆円ぐらいやってですね、まあ、大型の財政をして欲しかったなと。安倍さん、政府が、日銀は政府の子会社だって分かってるんだったら、もっとちゃんとですね、財政出動してくださいよって話なんですが、消費税の増税もしないでくださいっていう感じですけれども、やっぱまだまだ、まあ足りない規模でしたという話でした。さて、藤巻さんに戻りますと、こう言ってます。インフレになると日銀は債務超過になるということで、金利上昇やインフレが始まって日銀が金融引き締めを迫られると、日銀自身が保有する国債の含み損は急に膨らんで、急にですかね、急に膨らんですぐに事実上の債務超過とみなされる状態になるということで、藤巻先生、日銀は時価会計でしたっけということで、私の記憶が確かならば、まあ、僕は会計だったような気がするんですけれども、と思ったんですが、あ、
だからですね、ここは事実上のというふうにですね、注釈をしっかりつけてですね、まあ、ごまかしているのですね、ということで、さすがこうあたりがですね、まあ、伝説の男だなと、もうごまかし方も超一流ですね、という感じですね。まあ、実際かね、これ、ツイッターでですね、いや、日銀は時価会計じゃなくて、母価会計だろうってツッコミをもらったみたいなんですけれども、まあ、これに対してですね、マーケットは時価会計でちゃんと評価していてで、それで判断するから、日銀の負債である、まあ、円をどんどん売り浴びせて、市場は売り浴びせるんだ、みたいなことをですね、ツイッターで、まあ、反論してました。はい、続いていきます。まあ、これに対してですね、朝日新聞の記者も日銀側で反論しているんですが、仮に一時的に債務超過になったとしても、すぐおかしくなるわけではないと日銀は反論しています。まあ、そりゃそうですよね。こういったことに対して、藤巻さんこう言ってます。債務超過になったら、海外の金融機関には、日銀の当座預金口座を閉じるところが出てくると。そうなれば日本で外国為替取引ができなくなると。ドルを買う手段がなくなってくると。外資は撤退、日本国債は投げ売りとなるということで、ね、そんな恐ろしいや、ということで、まあもっといいですね。今のなんかこの戦争中のロシアみたいなことにですね、日本がなるんですか、ということで、なんかもはやですね、ちょっと私の知識量ではもう追いつかないなって、もう藤巻さんの妄想にはもうついていけないですと。もう本当そういうレベルですので、やっぱここまでですね、やっぱこう、悲観論をですね、突き詰めた感じがですね、やっぱこういうところまでやっぱ想像が及ぶところがですね、まあさすがこのファンタジースターのですね、藤巻さんならではだなと、本当藤巻節を感じるところですね。やっぱこういうですね、日銀債務超過小説を、書かせたら本当にですね、一流の経済フィクション作家、のさんだなというふうに、つくづく感じるわけですね。ノンフィクション作家ならぬフィクション作家ですからね。はい、すごいなと思います。はい、次なんですけど、まあ、ちなみに海外がですね、日本国債を投げ売りするというふうに言いますけれども、まあ、仮にですね、これ日本国債を海外部門が投げ売りしたとしても、海外の日本国債の保有っていうのは大体約7%になってますので、大体まあ70兆円程度ですと。なので70兆円ぐらいだったら正直日銀とか、一般の国内の一般銀行とか保険会社でも、全然国内で消化できるんじゃないですかっていう、気は私はしますね。はい。はい。で次が最後なんですけども、最後こう言ってます。それを防ぐ手段はないのですかと。まあ、防ぐ手段いくらでもある。防ぐ手段僕言っちゃいましたけども、それがですね、まあ防げたとしてもですね、日銀の債務超過を防げたとしても、日銀の信用低下は避けられないと。防げても信用低下しちゃうんですね。避けられないと。歴史的にも財政ファイナンスの帰結は必ずハイパーインフレだと。個人なら自衛手段としてドルを買うしかないということでですね。私もすでにドル買ってるんでちゃんと自衛していますよ、ってなる感じですが。というわけで、まあ、必ず最後に愛は勝つじゃなくてですね。必ずハイパーインフレですかという感じですね。もう信用低下、必ずハイパーインフレになるっていう感じですけれども、前回、まあ、あくまでハイパーインフレって言ってもですね、これ全国民に、毎月10億円が配られたわけでもないのにということで、まあ、財政ファイナンスするにしてもですね、やっぱそれだけ膨大なですね、財政支出をしないと、まあ、ハイパーインフレにはならないんじゃないですかっていう感じです。なんか子供たちがもう積み木やるかのようにこのですね、お札を積んでいくような映像がこのドイツとかジンバブエとかありますけれども、それぐらいやっぱお金を配らないとまあならないんじゃないですかと。逆にこれですね、どうやったらですね、この、日本は非常に世界一のドケチ国家ナンバーワンですので、ケチケチ財政下でどうやったらハイパーインフレになるのかですね、ぜひまあ教えてほしいという感じですね。まあ、1ドル500円ぐらいになっちゃうと、やっぱ相当インフレ率も上がるんですかね。はい。で、これ、インタビュー料はドルで受け取ったのですかということで、まあ多分このインタビュー料も藤巻さんなら、円ではなくきっとドルで、受け取られたわけじゃないかなというふうに思います。
ということだけでです。というわけでですね、まあ、こんな、嘘みたいな記事なんですけれども、まあ、本当にですね、これ本当にこれ朝日新聞にですね、掲載されてましたので、すごい驚いたなって感じなんですけども、まあ、これではですね、まあ、日銀の信用低下数よりも、ちょっと、朝日新聞の信用低下しかねないなと、ちょっと、まあ、僕は心配になりました。はい。で、最後、今回のまとめなんですけれども、藤巻武氏への反論のまとめということで、一つ目はですね、日銀破綻論は政府の資本注入でということで、まあ、これは明石純平氏もそうですけれども、で、日銀破綻、債務超過だって言ってますが、まあ、結局そういった問題はですね、政府が資本注入すれば対処できますという話ですね。で、二つ目は、日本銀行はポカ会計ですと。自家会計ではありませんので、マーケットは本当そこまで見て売るんですかね、本当にって感じですが。三つ目は、国債の投げ売りは国内で対処ということで、まあ、海外の金融機関が、ま、投げ売りするとか、ま、妄想言ってましたけれども、海外保有はわずか、ま、7% の70兆円程度ですので、まあ、全金融機関が売るのかっていう感じはしますが、まあ、その程度であればですね、まあ、むしろ日本国内でも消化できてしまう規模なんじゃないですか、ということでした。で、ま、四つ目はですね、まあ、反論というかですね、もはやこの経済フィクション作家としてはやはり超一流だな、と。ノンフィクション作家ならぬフィクション作家ですので、こんなですね、やっぱ短い、そんなに量としては短いんですけれども、やっぱこの短いインタビュー記事の中でもですね、やっぱこの相当のですね、インパクトを残す藤巻さんはですね、やはりですね、やはり超一流だなと、フィクション作家としてはやはり一流だなというふうに私は、つくづく感じましたね。やっぱ外国為替取引ができなくなるはなかなか、衝撃的な新しい信念だなと思ったんですけれども、まあそういったですね、経済芸人の大先輩、もはやもう師匠格としてですね、見れば、まあこれはもうさすがのですね、この芸域だなと、もう一周回ってもう、すごい僕は非常に藤巻さんのことをリスペクトするようになってしまいましたので、よく分かったのでですね。本当に藤巻さんのような方がですね、ミスターハイパーインフレとか、キングオブ財政破綻と、もう王将ですので、とはいえ、ワインがですね、非常に、よく分かった、記事じゃないかなというふうに思います。本当にですね、私も、藤巻武さんのようにですね、このファンの皆さんから、愛されるような、経済評論家になれるように、今後も、精進していきたいというふうに思いますので、ぜひですね、来週以降もこちらの動画をご覧いただければ、大変幸いです。またチャンネル登録もこちらの方ですね。チャンネル登録やですね、高評価ボタンも、クリックしていただければ、幸いです。また今後取り上げてほしい方とかいらっしゃいましたら、ぜひコメント欄や、概要欄のメッセージ送るとかありますので、そこから、送りいただければというふうに思います。と。はい。以上、今週もご視聴いただきましてありがとうございました。以上。五月病を吹き飛ばす、天才たけしの元気が出るテレビでした。なぜ日本はコロナで苦しむ国民を救わないのか。なぜ日本では自国を破壊する政策ばかり行われるのか。なぜ先進国の中で唯一成長していないのか。実は日本の没落を望む人々が政府の中枢にいるからでした。そのような内容を解説した書籍が日本の没落を望む7人の反日主義者です。こちらの書籍は書店では購入できません。こちらの QR コードまたは概要欄からお買い求めください。いつも三橋 TV をご覧いただきありがとうございます。ぜひ高評価とチャンネル登録もお願いいたします。そして概要欄にはさらなるお得な情報があるので、そちらもぜひチェックしてみてくださいね。